懐かしチャンネルの、吉田俊です。冬木種類です。万太郎です。第1回目、収録、ただいま無事終えました。はいはい、というわけでありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、お疲れ様でした。第1回目は1999年ということで、1999年を連想させるグッズを、持ってきました。はい、というわけで、はい、じゃあはい、ドーンというわけで、番組内で、あえて一度も触れなかった、団子三兄弟ということで、うん、はい、これ面白い。あのね、後ろに長男次男三男って書いてある。そうしかも回るんですよ。そうすごい。でさらに言うと取れるからね。それ取れるの。そう取れるか。あのね下からなんだ。あ、下からか。そう、はい。あ、ほんとだ。おー、すげえ。わあ、じゃあ焦げ目のことで喧嘩したら家出できるじゃん。確かにこれであったでしょ。確かに。そうそう、まあ歌詞に、まあ、焦げ目のことで喧嘩ってあるんですよね。そうなんですよ。はい、また4。何番とか長いの？え、5番までありますよ。長いですよ、うん、長い、こんな長かったんだ。はぁ、というわけで、次回も、懐かしチャンネル、どうぞよろしくお願いします。お願いします。